26ブロードウェイはニューヨーク市ロアーマンハッタンの超高層ビルである。スタンダードオイルビルディングとしても知られる。マンハッタンの南端、ボーリンググリーンに位置し31階建て159メートルの建物である。ニューヨーク市歴史建造物に指定されている。1930年頃の26ブロードウェイ、建物はスタンダードオイルが オハイオ州クリーブランドからこの場所へ移転してきた1885年に建築家フランシス・エイ・チキンボールによって最初に建設された。最初のスタンダードオイルの建物はブロードウェイとノースストリートとの間に位置する幅86フィートの10階建てだった。この建物はエベネゼル・エル・ロバーツによって設計された。1895年には6階が増築され北側で キンボールトンプソンの設計により、幅27フィートの拡張が行われた。第二次世界大戦後、ウォルター・シー・ティーグルは、ブロックにあった4つの隣り合った建物を購入することにより、建物を大きく拡張することを決定した。建物は、広範囲な検査が行われ、共同建築家のシュリーブ、ランブ・ブレイクとトーマス・ヘイスティングスのパートナーである。 カレールヘースティングスにより、1921年から1928年にかけて、ほとんど再建された。25ブロードウェイの通りの向かい側にある、キュナードビルディングの設計を支援したヘースティングスは、先導建築家に選ばれた。完成時には、このピラミッドは、マンハッタン南端の最も高いタワーであり、入りワンする船への信号として照らされた。 ニュージャージーのスタンダードオイルは1946年に75ロックフェラープラザへ移転した。モービルは1954年に150東42丁目へ移転した。スタンダードオイルは1956年に建物を売った。建物はマンハッタンで最初にセットバックの作られた建物の一つであり、頂上はマウソロスレイビオがモデルのピラミッドで覆われている。 建物は1995年にニューヨーク市歴史建造物に指定された。建物の仮想はかつて博物館として利用されたことがある。1988年から2006年まではアメリカ金融博物館、2008年から2009年まではアメリカスポーツ博物館となった。オスマン、ローリー、ユーイング、ヘザー、カレルヘイスティングズ、ザマスターワークス。 ラソリー u s a i s b n 9長7808億47835645 Wikimedia c o には26ブロードウェイに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。